体育会系で歴史好きな星名による歩きまくり歴史旅。さあ今回からは石川県で歴史旅をやっていきます。今日は石川といえばこの人、前田利家と前田家のお話をしていきます。前田利家が金沢城を中心に加賀百万石と言われる広大な領土を治めていました。あの徳川家康も手出しできないくらい大きな影響力を持っていたんです。そして利家が亡くなると家康が前田家を潰しにかかるんですけど、利家の後継者たちがまあうまく立ち回るんですよ。それで前田家っていうのは続いていくんですね。ということで今回はそんな前田家のお話をしながら、それにまつわる金沢の観光スポットを巡っていきます。ではまずは前田利家の生涯をお話ししていきます。金沢城公園まで 1.8 キロ歩きます。前田利家は1537年に尾張の国で生まれます。少年時代の利家はまあやんちゃな喧嘩坊主でした。それで同じくやんちゃだった織田信長とは仲良しでした。そして信長のお父さんが亡くなると信長と弟との間で後継ぎ争いが起こります。利家はもちろん信長の味方となります。でそしたら利家は右目の下に矢を受けたまま戦うっていうものすごいインパクトを残しながら活躍します。そして戦いは信長が勝利して尾張の国を治めます。利家は信長の下で活躍し続け、信長に信頼されます。利家は気が短いんで結構人に避けられていたみたいなんですけど、同じく信長の家臣だった豊臣秀吉とは仲が良かったようです。そして1558年、22歳の利家は12歳の松と結婚します。この松が利家の欠点を見事にカバーするんで、もう最強コンビって感じになるんですが、それはもう少し先のお話です。信長といい感じにやっていた利家ですが、1559年に事件を起こしてしまいます。重阿弥っていう信長お気に入りの茶人がいたんです。この重阿弥が信長っていう後ろ盾があるのをいいことに、もうやりたい放題だったんです。お前松の髪飾りパクっただろうって利家が問い詰めたら、いや取ったけどみたいな感じで、もうめっちゃムカつくんですよ。で利家もやんちゃで短気ですから我慢できるわけないですよね。それで重阿弥を信長の目の前で切り殺すんです。いやどんな事情があってもさすがに切り殺すのはまずいですよね。これはもう死罪が妥当って感じです。しかしここで重臣の柴田勝家が動きます。柴田は利家の戦場での姿を見て高く評価していました。殺してしまってはあまりにもったいない人物です。なのでなんとか命だけは助けてもらえるように信長を説得します。その結果利家は仕事をクビにはなりますが、なんとか命は助けてもらえました。親父殿ありがとうございました。恩人の柴田に感謝して利家は織田家を出ていきます。ここから2年間利家は無収入生活を続けることになります。利家が無収入生活をしている間、信長は戦いに明け暮れます。1560年桶狭間の戦いが起こります。すると利家は呼ばれてもいないのに勝手に戦いに参加します。それで信長の敵をめちゃくちゃやっつけます。これには信長もびっくりです。その後の戦いでも利家は勝手に参加して勝手に活躍します。そんなに活躍されたら信長も悪い気はしないってことで、1561年、信長は利家を雇い直すことにします。熱意っていうのは人の心を動かすんですね。こうして信長の家臣になった利家は、信長が亡くなるまでの約20年間ひたすら活躍し続けることになります。1569年、信長の命令によって利家は前田家の当主になります。この時は利家のお兄さんが当主だったんですけど、病弱で子供もいなかったんで、後の世代のことを考えると利家の方がいいだろうっていう信長の判断があったわけですね。これによって利家の子孫が前田家を継いでいくことになります。そして利家は親父殿柴田勝家と一緒に主に北陸地方で戦っていきます。そして1581年、能登半島のあたり23万石を与えられます。大名として着実にステップアップしていっています。しかし1582年本能寺の変で信長が撃たれます。すると天下取りは豊臣秀吉 VS 柴田勝家という構図になります。この構図がどっちとも仲のいい利家を悩ませることになります。さあ金沢城公園ですね。金沢城を建てたのは利家ではありません。
1580年にここを攻め落とした佐久間盛政が金沢城を建てました。で、佐久間は賤ヶ岳の戦いで秀吉軍に撃たれて、それで利家に金沢城が与えられます。で、利家は1592年に金沢城の改修工事をやってて、それで立派な城になったってことで、もう金沢城は利家が建てたって言ってもいいよねみたいな、そんな雰囲気になってるということみたいですね。はい、じゃあちょっと行っていきたいと思います。さあ行ってきました。では次行きましょう。さあ本能寺の変で信長が撃たれたことで、豊臣秀吉 VS 柴田勝家という構図になります。どっちとも仲良しな利家はどう立ち振る舞うのか、お話ししていきます。では続いて前田利家公墓所まで 5.3 キロ歩きます。1582年、本能寺の変で信長が撃たれます。この時利家は柴田勝家の部下として北陸地方で戦っていました。明智光秀を討ちに京都に行きたいのは山々ですが、戦いが忙しくて京都に行けません。すると秀吉が中国地方からダッシュで京都に引き返してきて明智を撃つわけですね。これで次の天下取りレースは秀吉が大きくリードします。そして信長の後継者を決める清須会議が行われます。信長の後継者を誰にするか、領土の配分をどうするか、そのあたりで秀吉と柴田勝家が対立していきます。利家は柴田の部下なんで柴田側に属しています。しかし秀吉とも仲良しなんで敵対はしたくありません。立ち位置をどうするか、ものすごく悩ましい状況です。そしてこの対立によって1583年賤ヶ岳の戦いが起こります。利家はとりあえず柴田軍として出陣しますが、途中で勝手に撤退してしまいます。利家は秀吉を選んだんです。どうやら事前に秀吉と話し合ってたみたいです。まあ秀吉の方が勢いがあって勝ちそうだったんで、秀吉の誘いに乗ったんでしょうね。この利家の決断が大きく働いて、賤ヶ岳の戦いは秀吉が勝利します。で、そしたら逃げてきた柴田が利家に会いに来るんです。利家としてはもうどんな顔で会えばいいかわかんないですよね。でももうとにかくすいませんでしたって謝るんです。で、そしたら柴田は、いや、お前の判断は正しかった。これからは秀吉にしっかり使えるんだ。そう言って立ち去るんです。すると今度は柴田を追う秀吉が利家に会いに来ます。利家は不安です。一度は敵になってしまった俺を秀吉はどう思ってるんだろう。負い目を感じちゃって秀吉に会えないんです。するとそれを見かねた松が代わりに秀吉に会いに行きます。秀吉さん、見事な勝利おめでとうございます。お祝いの言葉を述べます。で、まあ秀吉も敵側にいた利家が自分のことをどう思ってるのか不安だったわけですよ。でも松の言葉が一点の曇りもなくて、それで安心できたんです。一緒に柴田を倒しに行こうぜ。利家もこれに応じて秀吉の下で存分に戦ったんです。だから松の存在っていうのがすごく大きいんですよ。利家の欠点を松がカバーするっていう場面がたびたび出てくるんです。例えば利家は節約家で計算が大好きなんです。まあ2年間の無職時代がありましたから、その時に身についたんでしょうね。で、これ自体は基本的にいいことなんですが、突然敵が攻めてきた時は話が変わります。とにかくすぐに応戦しないといけません。しかし利家は兵士、食料、お金の計算を始めてしまいます。するとそこに松がやってきます。そんなにお金が大事なら、お金に槍を持たせて連れていけばいいんじゃないですか。強烈な皮肉ですよね。これに利家はハッとして、ものすごい勢いで敵に向かっていって、見事に敵を倒すんです。こんな感じで利家と松はコンビプレイがすごいんです。だから大河ドラマでもコンビで主人公になったわけですね。その後も利家は秀吉の下で働き続けます。秀吉に信頼され、北陸地方の広大な領地を与えられます。もう秀吉の部下の中では利家と家康がツートップって感じです。そして1598年、52歳になった利家は家督を息子の利長に譲ります。当時の52歳はもうおじいちゃんです。利家は隠居して温泉でのんびりする生活を思い描いています。しかし秀吉がそれを許しません。後継者豊臣秀頼を支える五大老の一人に利家が選ばれます。秀吉も体調が悪く、もう先は長くないと悟っています。幼い秀頼を任せられるのは利家しかいません。利家がいないと実質家康
康のワントップ体制になってしまいます。家康はなんかよからぬことを考えてそうです。そんな家康を牽制できるのは利家しかいません。ということで秀吉は利家にまだ働いてもらいたかったんです。こうして利家は五大老の一人として大阪城に入り、そして秀吉は亡くなります。秀吉が亡くなると早速家康が行動を起こします。秀吉の遺言に逆らっていろんな武将たちと政略結婚をしていきます。明らかに仲間を集めて天下を取ろうとしています。すると利家は武将を集めて家康に抗議します。これは家康も無視できません。すいませんでした。家康はおとなしくなります。これが利家の力です。しかし利家も無理がたたって体調が悪くなっていきます。そして1599年、利家は53歳で亡くなります。これで動きやすくなった家康は天下取りに向けて動き出します。そして利家亡き後の前田家も家康に目をつけられてしまうんです。さあこの先が前田家の墓所になります。なんで利家のお墓も当然この先にあるということですね。まあ利家は家康に対抗できる唯一の存在だったんで、それほど影響力が大きかったわけですね。家康は利家が亡くなったことで天下に向けて動き出したわけですから、これ利家がもっと長生きしてたらそれだけ家康も動けなくなるわけなんで、一体どんな歴史になったんだろうってね、考えたくなるわけですよ。豊臣政権が続いたんじゃないかなんてね、よく言われていて、だとしたらもう全然違う歴史になってたわけですよね。まあそれだけ利家の存在っていうのは大きかったんです。では次行きましょう。さあ利家が亡くなると息子の利長が後を継ぎます。すると家康が前田家を潰しにかかります。利家が亡くなっても前田家の存在はでかいんで、家康にとっては厄介な存在なわけですよ。だからできれば潰したいところです。しかしですね、利長の巧みな立ち回りで家康の罠を回避していくんです。利長は利家や後で出てくる利常よりは能力が劣るなんて言われたりもするんですが、いやいや利家もかなりの切れ者です。ということでここからは利家の息子前田利長のお話をしていきます。兼六園まで 4.6 キロ歩きます。1598年、前田利家が家督を譲り、37歳の利長が前田家当主になります。そして翌年に利家が亡くなると、利長が五大老のポジションを引き継ぎ、大阪城に入ります。すると、石田三成襲撃事件が起こります。後に関ヶ原の戦いの東軍になる石田を嫌う人たちが石田を暗殺しようとしたんです。これをきっかけに、家康が天下取りに向けて本格的に動くようになります。利長にはお父さんに引き続いて、家康を止める役割を期待されます。するとある日、家康が利長に一旦金沢の様子を見に帰省したらどうですかって言います。なんか怪しいですよね。何か家康の策略がありそうです。しかし利長はではお言葉に甘えてとか言ってまんまと金沢に帰ってしまいます。こういうところが利長は能力が劣るって言われる部分なのかもしれませんね。でそしたら家康が前田に謀反の疑いありって主張します。金沢で軍備を整えるつもりだろ。利長に容疑がかかります。いやいや家康さんがいいって言ったから、利長は主張しますが聞き入れてもらえません。ボイスレコーダーがないこの時代、先に言ったもん勝ちなわけですね。利長は必死に弁明します。すると家康はじゃあお前のお母さんを江戸に連れてこい、松を人質として差し出せというなかなか無茶な要求をします。するとここで松が出てきます。侍は家を守ることを第一に考えなさい、いざとなったら私を捨てるつもりで私を江戸に差し出しなさい。いやもう松はかっこよすぎますね。そしてここから利長が本領を発揮し始めます。利長は松を差し出す代わりに家康の孫娘を前田家に嫁がせるっていう条件を引き出します。これってもう人質交換ですから、徳川と前田の同盟成立みたいな状態になったわけです。あんなに大ピンチだったのに利家がいつの間にかいい状態に持ち込んだんです。
そして1600年関ヶ原の戦いが起こります。東軍につくか西軍につくか、豊臣とも徳川とも関係の深い前田家としてはどっちにつくか悩ましいところです。家臣たちの間でも意見が割れています。そして利長が出した結論はめっちゃダラダラするでした。金沢から関ヶ原に向けてめっちゃゆっくり移動します。つまりどっちの味方にもならなかったんです。それで戦いが終わった頃に関ヶ原について、あれもう終わっちゃったんですかとか言ってます。しらじらしいですね。でもこれ家康としてはありがたかったんです。だってもし前田軍が西軍についてたらマジで結構やばかったわけですよ。それをしなかっただけでもう利長に感謝って感じだったんです。こうして利長は家康の言いなりになることなく家康に感謝されます。そしてこのダラダラするという功績によって前田家は領土を増やされ、ついに加賀百万石が実現します。その後も家康は前田家にちょっかいをかけ続けます。ある日、前田家に新しいスタッフが江戸からやってきます。どう考えても家康のスパイです。すると利長は別にやましいことは何もないんで、普通にスパイを招き入れます。どうぞ自由に城を見て回ってください。むしろ全てをさらけ出します。これはすごいことですよ。まず、家康を倒そうと全く思ってないところがすごいんですよ。自分に家康を倒す力量はないって身の程をわきまえ前田家を守ることに専念するわけですね。それでやましいことがないならむしろスパイは潔白の証明に使えるわけです。家康はスパイからの知らせを待っています。不穏な情報が入れば、あるいはスパイが殺されれば、それを口実に前田家に軍を向けることができます。しかしそんな不穏な情報は全く入ってきません。いやー、前田家の皆さんによくしていただいて日々充実してます。そんな知らせしか届きません。こうして利長は家康の罠を華麗にかわし続けたんです。そして1605年、利長は家督を12歳の利常に譲ります。利常は利長の32歳下の弟です。で、利長には男の子供ができなかったんで利常を養子にしていました。さらに家康の孫娘が人質交換で前田家に嫁いでましたよね。この家康の孫娘と結婚したのが利常なんです。これは家康も手が出しづらくなりますよね。だから利長はさっさと家督を譲ったわけです。そして利常が大人になるのを見届けた利長は1614年53歳で亡くなります。これ毒を飲んで自殺したっていう説があるんです。前田家を徳川から守るためには豊臣との縁が深い自分の存在は邪魔になるかもしれないと思って自分の存在を消したっていうことみたいです。いや、そこまでやるんですね。前田家を守るためにあらゆる防御の策を打つ、それが前田利長という男だったんです。さあ、この先に日本三名園の一つ兼六園があります。1676年に4代加賀藩主の前田綱典によって作られました。初代加賀藩主が利長になるんで、その3代後の人ってことですね。石川県って美しいっていうイメージがあるわけですよ。この兼六園もそうだし、まあ、金箔とか金沢漆器、九谷焼、加賀友禅、輪島塗、いろいろありますよね。この石川県の美術を発達させたのが家督を利長から継いだ利常なんです。徳川の罠から身を守るために利常は美術を使ったんです。ということで、ここからは利長から家督を引き継いだ前田利常のお話をしていきます。前田土佐の神家資料館まで850メートル歩きます。1616年、徳川家康が亡くなります。しかし、続く秀忠や家光によって、怪しい動きをした大名の粛清が続けられます。もちろん前田家も狙われ続けています。そして1631年、三代将軍徳川家光の時代、前田家に謀反の疑いがかかります。徳川秀忠が病気で伏せてる隙に、城を修理したり、船を買ったりしたことで、さては謀反を起こす気だなって疑われたんです。もうひどい言いがかりです。幕府は前田家を潰しに行く口実をずっと探してたわけですね。さあ、前田家は疑いを晴らさないといけません。ちゃんと疑いを晴らせるのか、家臣たちは不安です。しかし利常は動じてません。利家に似て派手好きな利常はド派手な手法で疑いを晴らしに行きます。
まず利常は江戸に行って弁明しようとします。しかし幕府は相手にしてくれません。すると利常は植木とか庭石とかを買いまくって江戸の加賀藩邸にバンバン運ばせます。そして人を雇いまくって庭の大改造を始めます。みんなで歌を歌いながら作業したりなんかしてもう大盛り上がりです。これには幕府も気になって幕府は利常を呼び出します。すると利常は疑いを晴らすために賑やかにしてますって主張します。確かに何かを企んでる人って大体は人目のつかないところで静かに企みますよね。門を開放してたくさんの人が出入りして賑やかにしてたらよからぬことなんて企めないですよね。これには幕府ももう納得するしかありません。利常は疑いを晴らすことに成功したんです。さて疑いは晴れましたが、いつまた疑われるかわかりません。そこで利常は先手を打ちます。工芸品に力を入れ始めます。よからぬことを考えている人は工芸品なんかにお金を使いません。軍の強化につぎ込むはずです。だから工芸品に力を入れるというのは謀反の疑いがないことの証明になるわけです。こうして職人と作品が育っていき、加賀友禅、金沢漆器、九谷焼、いろんなブランドが出来上がっていきました。この美しい金沢は利常によって作られたんです。利常は利長とは違うやり方で徳川の罠をかわしていったんです。そして1639年に家督を息子に譲ります。しかし1645年に息子が亡くなってしまい、さらに息子が次の当主になります。この子がまだ3歳ってことで利常が代わりに政治をやっていきます。そして1650年代になると幕府の方針が武断政治から文治政治に変わっていきます。謀反の疑いがかかることもなくなります。前田家はついに徳川の罠を避け切ったんです。加賀百万石は守られたまま幕末まで続くことになります。そしてミッションを果たした利常は1658年65歳で亡くなります。さあ、前田土佐の神家資料館ですね。前田土佐の神家っていうのは、まあ前田の分家みたいなことですね。利家の長男利長の系譜が加賀藩主になって、で利家の次男利政の系譜がこの前田土佐の神家で加賀藩を支えたわけですね。はい、ということで資料館ちょっと行っていきたいと思います。さ、行ってきました。ということで今回はここまでになります。まあ利家、松、利長、利常って出てきましたけど、なんか四者四様で全員すごかったですよね。それぞれに個性があってみんな優秀で、誰のファンになるかってね、歴史ファンの意見も割れそうですよね。僕はまあ松ですかね。なんか武家の女性として男たちを自在に動かしてる感じが最高にかっこよかったですね。さて次回も金沢で歴史旅をやっていきます。金沢の三文豪と呼ばれる3人の小説家を取り上げていきます。僕もいろんな偉人の生涯を勉強してきましたけど、小説家の人生が飛び抜けてぶっ飛んでるんですよ。金沢の三文豪もまず泉鏡花は異常な潔癖なんです。素手で物を食べるときはその手で触れてる部分は捨てちゃうっていうレベルなんですよ。そして徳田秋声はなぜか女性の心理を熟知してるんです。愛人とのあれこれを作品にするっていう、なんでそんなに女性の心理を知ってんだっていう感じの人ですね。そして室生犀星は生まれてすぐに両親と離れ離れになっちゃうんです。幼少期が不遇っていうパターンも小説家にはよくありますね。だから小説家と比べたら武士とか政治家とかってすんごい真っ当に生きてるんですよ。真面目に勉強して、真面目に武芸を磨いて、一生懸命働いて、もうめちゃくちゃちゃんとしてるんですよ。信長とかももう真面目人間に見えちゃってしょうがないわけですよ。まあそんなわけでですね、そんな金沢の小説家たちの人生を次回お話ししていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、褒めコメントをいただけるとより軽やかに歩けるようになるんで、ぜひよろしくお願いします。では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。